揺るがない肌作りを実現したスキンケアなんですが、ギュッと詰まったようなマイナス5歳肌を実現させてくれるスキンケアだなと感じました。こういうのがなんかできにくくなったので、これがねすごいね驚いた点でした。皆さんこんにちは。改めましてリメイジです。今回は待望の日本製品の紹介をさせていただきたいなと思います。20代の方はもちろん、肌が揺らぎがちでエイジングケアに敏感な3、40代の方まで皆さんに本当に紹介したいなと思ったスキンケアですので、ぜひね参考にしていただけると嬉しいなと思います。年齢を重ねるとターンオーバーが乱れ、外部刺激のブロックも弱くなり、日々老化を感じられる方も多いんではないかなと思います。最近何を使用しても肌調子が上がらないっていう方でしたり、正直最近人気の韓国コスメよりも日本人特有の皮膚の構造をしっかりと研究したコスメを使ってみたいっていう方にも必見動画です。これ私のシェアしている動画でも一貫していることなんですけれども、この美容液を使えば皆様のお悩みが治りますよっていうことではなく、皆様には美容の知識とか幅を広げていただきたいんですね。なので皆様のお悩みの元をちゃんと理解することがすごく重要になってきます。今回のスキンケアは、肌ストレスイコール害と思われがちなそのストレスをいい刺激に変える、味方につけるスキンケアラインなんです。これ聞いてるだけでもめちゃめちゃワクワクすると思うんですけれども、早速ね動画の方に行ってみたいなと思います。皆さんはお肌のお悩みを抱え、そして日々外部刺激やストレスをたくさん受けていると思うんですね。そして肌ストレスとは別に、毎日皆さんは生きているだけ、息を吸うだけで体やお顔というのは酸化が進んでいます。体内で日々活性酸素を生み出し、そしてその活性酸素というのは皆様の細胞を一つ一つを傷つけてしまうんですね。この毎日私たちの中で活性酸素が生まれているのを除去していくことが老化防止につながります。活性酸素から肌を守ることを抗酸化作用と言うんですけれども、これ私も日々年を重ねるごとに抗酸化作用を取り入れるように努力しているんですけれども、一般的にスキンケアに配合されている抗酸化ってビタミン A とかビタミン E っていう一つの成分に依存されていることがすごく多いんですけれども、なんと今回の私が紹介するスキンケアはただの抗酸化単発の成分ではなく、ワンランクステップアップした複数の美容液成分を独自の黄金比でブレンドし、カクテル配合した変化に揺るがない肌作りを実現したスキンケアなんです。早速もう早く見せてよって皆さん思うと思うんですが、この後にねぜひ見せていきたいなと思います。こちらです、スキンフォニアです。日本の皆さんでよくクリニックに美容クリニックに行く方でしたらご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、最初にぜひ紹介させていただきたいのがこちらです。スキンフォニアの中でも一番人気なのがこのバランスリペアセラムです。テクスチャーはとろみのある美容液です。アットコスメの口コミでも大人気なのがこのテクスチャーです。とろっとしていて肌がつるんと張りが出る速効性の高さが人気の秘訣です。この淡い黄色の美容液はシンフォニアカクテルが高濃度に配合されている証です。シンフォニアカクテルは5つの成分が独自に配合されている美容液成分プレミックスです。抗酸化で有名なレスペラトロール、赤ワインにも豊富に含まれているポリフェノールの一種で強い抗酸化作用があります。その他にも人気のナイアシンアミドやセラミド配合で、この成分は相互に効果を高めるため成分濃度を控え、有効成分が適切に配合されたことにより紫外線などを和らげる効果的なスキンケアです。肌がギュッと詰まったようなマイナス5歳肌を実現させてくれるスキンケアだなと感じました。その他にも私こうやって海外に住んでいて、海外って水質がすごく悪くて米度がねできるようになってしまったんですけれども、このバランスリペアを使用することによって米度がなんかできにくくなったので、これがねすごいね驚いた点でした。ドクターズコスメのいい点っていうのが効果が瞬時に分かるところが私も大好きで、今までねいろんなスキンケアを使ってみて分かるんですけれども、瞬時に効果が実感できるスキンケアってあんまり出会ったことがないんですね。だけどスキンフォニアは効果実感が早いので使っててすごく楽しいし不安がないスキンケアだなと思いました。でね、もう一個皆さんに紹介をねぜひさせていただきたいのがこちらです。アドバンスローション化粧水なんですけれども、
これがねすごく気に入った化粧水なんですけれども、まず目に留まるのがこのポンプ式の化粧水。意外とさ、このポンプ式の化粧水ってなくて、久々に日本製品に触れたんだけど、本当に使いやすい。やっぱりポンプ式ってさりげない毎日のストレスとなる点をクリアにしてくれるのがすごくいい点だなと思ったのと、あと目分量でさ、化粧水500円玉ぐらいの量を使ってくださいってお伝えしている会社とかあるじゃないですか。あれってすごいアバウトだと思うんだよね。だけどこのポンプ式だと1回の量がすごく分かりやすい。だけど一つ懸念点が、個人的にはね、この化粧水のパッケージ中身が見えないから、これはねちょっと改良していただきたいなと思った点でした。その他はもう本当にめちゃめちゃ使いやすい。来た時に梱包もすごい綺麗にされてて、やっぱ日本ってすごい小さいところを配慮されてるなと思った会社でした。テクスチャーが少しだけとろみがあります。比較的サラッとしていて、姿勢肌の方も非常に使いやすいテクスチャーだと思います。なんと LDK 口コミサイトで化粧水使用感ナンバーワンを取得しています。使用者が 95% この使用感を絶賛しているんだよね。アスコルビルグルコシド配合でビタミン C 誘導体も配合されているので、次に使う美容液の浸透率を底上げし、土台を整えてくれます。見てわかる通り、テクスチャーが見た目はこうサラッとしているんですけれども、すごくみずみずしいんですよね。特にこれからの季節は気温がね上がってくると思います。なんかニュースで見たけど、日本もだんだん暑くなっているみたいなので、この皮脂が多くなる季節、特にすごく使いやすいと思います。肌のベースを一から整えたい方や、刺激成分がすごく少ないので敏感肌の方、そして美容医療を行った後に併用してご使用するのもすごくおすすめなスキンケアだなと思いました。このスキンフォニアは37年の研究を経て、日米韓で皮膚科学の研究をされている肌のスペシャリスト内田先生と共同開発されたドクターズエイジングケアブランドです。めちゃめちゃ簡潔に伝えてるから、へえそうなんだ、37年、まあすごいけどって思うかもしれないんだけど、勉強のためにその研究所にね行ったことがあるんですよ、スキンケアの研究所にね。でその時に本当に苦痛とも思えるほどの努力の結晶が垣間見えるんですよ。なのでこれ一本簡単に使えなくなるほど、それぐらいすごく研究者っていうのはもう本当にね、これ一本作るためにもめちゃめちゃ努力をされているわけなんですけれども、冒頭にもお伝えした通り、スキンフォニアはそれらのストレスと調和することで健やかな肌を生み出すことを実現させたスキンケアブランドなんですね。なんかストレスを味方にするってちょっと意味がわからないって思う方もいらっしゃると思う。人間っていうのは本来受けたストレスをいい刺激に変える力をもともと持っているんですね。ストレスを過度な刺激として肌コンディションを健康に保つことができる生き物なんです。なんかね、私もこういった美容をいろいろ勉強することによって思うんだけど、いろんなね美容理論があって、正解不正解を安易に決めることってすごくね本当に難しいとは思うんですけれども、いろいろやっていく中で私も結果的にたどり着くっていうものが、人間の本来持っている力を呼び覚ます美容法とか健康法っていうのがやっぱり結局ね一番大事なんですよ。でこれを結果的に成分としてね実現させたものが、スキンフォニアの独自美容成分配合プレミックスシンフォニアカクテルなんです。今回はちょっと紹介しきれなかったんですけれども、他にも LDK で A 評価のアイクリームなどもございますので、気になる方はぜひ概要欄の方もチェックしてみてください。今回は美容の概念を覆すドクターズエイジングケアコスメを皆さんに紹介をさせていただいたんですけれども、いかがだったでしょうか。内容がすごく濃くてちょっと難しいなって感じられた方も中にはいらっしゃったかなと思うんですけども、成分含めすごく研究を重ねたスキンケアの製品なので、ぜひお手元で試してみていただきたいなと思います。まだまだ8割の方が、チャンネル登録されていない状況なので、ぜひねこれを見て参考になったなという方はチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしてください。ありがとうございました。